図鑑の説明だけでポケモンバトル。大人気企画、結構ね、何シリーズかやりましたよね、この企画。久々にこれをやってしまおうかと。毎回なんかね、ポケモン詳しいぜみたいなアピール出して。はいはいはい、俺こいつ本当口だけだよな。そうっすね、優勝は毎回俺がターボーだった。そう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 だな。こういう変なやつ挙手してる。いや、歴に行ったら俺が絶対投げるから。まあ、それはおっさんだから。それはおっさんだから。クソガキてめえ。ちなみに30歳です。あ、俺だけ受けてる。というわけで、じゃあやっていきましょう。問題は全部で7問あります。最初は簡単だけど、問題を進めていくにつれてだん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 難しくなっていきます。いいですね。それでは第1問。大きなくちばしを海の中へ入れて餌をすくい取り、人の身で食べる。正解。早かったね。これはもうフェリッパ。正解。うわっ、うわっ、うわっ、武藤や。それがもう俺で洗脳されてる。うわ、武藤じゃないから。何それ。須藤の方。誰や、須藤は。さあ、早速1ポイントいただいちゃいます。うわ、強っ。第2問。薄いガス状の生命体、ガスに包まれるとインドゾウでも2秒で倒れる。はい、ドガース。違います。顔つんねーわ。はい、何でしょう。ゴース。正解。イエー。そんな初期の来ると思ってなかった。初期からルビサファーまで出します。この図鑑ちょっとツッコミどころがあって、ポケモンの世界にインドゾウいるんだ。そっからお前ふざけにふざけるから。全然回答する気ない。余裕でしょ。じゃあ第3問。じゃあ知能が高く、人の言葉を理解する、ガラスのような羽毛で体を飛び込み、光を屈折させ姿を変える。どういかがだったね。ストリーク。バリアード。違います。はい、ポリゴン。ポリゴン違う。はい、ピモン。エアームド。違う。惜しい。これでいらない。気持ち目。ラですね。ラ。ラグラージ。違う。手を挙げよう。殴るよ。ラです。ラ。上げてました。はい、ギャバさん。ライボルト。違う。ピモン。はい。ランタン。これも。はい、来た。ラルクス。あ、違う。来たよね。来た。これでしょ。正解。バカ野郎、正解で。あれ、もっとヒント出すか。伝説のポケモンよ。あ、わかんねえ。はい、はい、ライコ。違うよ。違うよ。なんならもう俺らもう見たことあるわ。映画で、映画で。じゃあもう、もうヒントヒントヒント。赤色です。余計こんがらがって。いや、もうラティアス。正解。あ、超かわいいじゃん。赤かわいい。気持ち悪いね。タバスコ、タバスコ。何でタバスコだって。水の都見たのに。ええ。そうだったんだ。おいやね。うるせえ。うるせえ。うるさいだよ。痛いだよ。四万。くちばしから吐き出す灼熱の炎と破壊力抜群のキックで戦う。なんだこいつ。鳴き声が大きいのでとてもやかましい。やかましい。え、これ俺すぐ分かった。あ、じゃあまあノリかな。場所。違う。違う。え、はい。バーバリー。違う。え、バーバリー。バーバリー。はいはいはい。はい。バカシャモ。正解です。あ、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 バシャモの方がキックしとるやろ。でもバシャモね、口はしない。そう、バシャモ口はしねえだろ。第5問。不幸を運ぶと言われ、恐れられていた。キラキラ光るものに興味を示し、女性の指輪を取っていこうとする。はい、はい。闇並み。違います。ピンポン。ちげえよ。俺の名前を出すな。はい。正解。1ポイントずつ差し上げる。やめろ。不幸を運んでキラキラ光るものに興味を示した。はい、ムーマ。タイプしてください。これは飛行ですね。飛行。来た。お、ちげえよ。バリーニースト好きじゃねえんだよ。使いにくいのよ。まあこれヒントは女性の指輪だよ。全然違うと思う。え、ポケモンってすごい、めっちゃすごい発見したなと思って。何が。ポケモンって明らかかっこいいやつがいるやん。おお、メスとかいいんでしょ。やばくない。ええやん。別にええの。バシャーモのメスとかいいんでしょ。いや、そんなこと言ったらゴーリキの。こんな髪の毛で。ゴーリキのメスとか。ゴーリキのメスはなんかゴイラ。そうそう、なんか分かる。二足歩行のバシャーモが。そう、怖い。バシャーモ。不幸と悪だね。完全に闇カード。正解。え、あのね、俺会議ポケモンカードやってるじゃないですか。会議会議。俺アク使ってます。飛行台パーク。もう闇並みしか間違えない。間違ってるね。お前だけ0ポイント。やばいやばいやばい。でもね、最後のポイントがもう1号ガシャだから大丈夫。今日最後1ポイントでしょ。そう、1ポイントですよ。まだ6問目でしょ。まあ次6問目。あ、もうマジむずいよ。やばいよ。6問目。設定は暗闇でも目がレーダーの役割をして活動できる。え、ピンポン。目からビームを発射する。
え、これ闇ラミ違いますね。ビーム、はい、わしはもう違うね、好きすぎやろ。こんな顔のやつ目からビーム出さんでしょ。確かに冷静すぎる。ペーパー、はい、楽天カードペーパービーム出てる、出てるな。もう正解って言いたいな。これほんとね、お前目からビーム発射できんやろって。わかった。あ、もう全然名前出てこない。あ、俺来ました。あれ多分一緒で、一緒だと思う。デスキやってなんかちょっと真似してみて。あ、オッケー。俺ね、あ、違う。俺こんな感じだ。え、言うよ。名前入ってる。ゴニョニョ。違いますね。ほうほう。違いますね。はいはいはい。エアパルド。エアパルド。誰だ。あ、エズパルド。誰だよ。初期。え、初期か。初期ポリゴン。違う。で、初期。すごい良かったよ、君。えっと、水を。大ヒント。はい。虫タイプ。フランス。違う。はい。レジバ。違う。え、これこそ。はい。あ、いいよ。先なんかあげて。あ、先いいよ、別に。なんだ、この。バトルフリー。違う。満を持して登場。コンパン。正解。コンパン、多分目の前おったね。マジで気持ち悪いと思うよ。あれ、意外とこんぐらいある。俺、コンパンって言った瞬間に、一人で変なゾワってして、あーって。いや、コンパンはやばいでしょ。これね、アマゾンみたいなやつ。コンパンでこんな話広がる。二、え、違う違う、三、三、あ、三か。これ二だ気がする。だって共演三で、三だよ。覚えてないから一でいいんじゃない。ちょちょちょ。楽天ポイントカード。じゃあ最後何ポイントですか。最後の問題は三点です。いや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 。でも最後の問題はむずすぎて、俺も名前あやふやなんで、俺です。だからもう釣り泣くような鳴き声で怖がらせる。相手の困るところを赤い玉で吸収して栄養にしているらしい。レディバ。違う。ディーブル。違う。何これ。釣り泣くような声。ちょっと練習して。あ、ちょっと見てみれば。マジ。マジ。ケンジ。ケンジ。ケンジが。満を持して。満を持してのだけはやめて。やみらみ。すげえし。じゃあもうヒント言おうかな。顔でヒント出して。髪の毛がこう逆立って。コンパ前のお前やねん。ちげえ。なかなか俺らの世代コンパって言われて。で、それ言うの俺の役で。3文字。では、はい。令和。これはすごいよ。もう1本ぐらいまで見てから、出したくて出したくてしょうがない。令和。で、まあ、ゴーストですね、あとね。ピーポ。はい。ムーマン。正解です。チンゲ、いや、ノリじゃない、ノリじゃない、このバカ、くっそ、世界一ゴミな審査員にもなんだよ。バリバリさっき出てたムーマ、ムーマ、いや、言ってない。言ってた、言ってた、言ってた、全員聞いてるもん。じゃあ言ってたら、もう鼻取るから、マジで。そうだよ。ムーマ、ムーマ。じゃあ急遽ラスト問題お願いします。わかりました。はい、じゃあこれ。どう猛なうなり声を上げながら姿勢を低くしているときは攻撃の前触れ、鋭く尖った牙でガブリと噛みつく。うわー、ガブラーガー、バイオハザード。バイオハザード。いや、ワンテンポ遅れたなと思って、あ、逃したわと思ってたら、もうその後3回ぐらいやってたから、もういけたーと思って。あいつだ。バンギラス。違います。正解でしょ、今。はい、バイオハザード7をやってる時の PDS。 しらしー、しらしー。陸上部の顧問だよ。こっからこっからこっから。じゃあヒント欲しいですか。はい。これはね、悪タイプ。じゃあバージョン教えてください。バージョンはルビサファです。ルビサファの悪か。多分シェンロン使ってるべ。シェンロン使ってます。やっぱね。何シェンロンって。何シェンロンって。殺されてんのか、てめえ。自分でシェンロンって言って、何シェンロンって言ってたら、これ何シェンロンって。してんの。あ、違うわ。あ、ヘルガ。違います。あれ、金銀だね。マッハジテームシャ。そうばしーつざんわ。マッハジテームシャの後はもうトゥ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 なんで。すごい事故起こしました。トゥ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 ってどうした。マッハジテームシャの後ろ。ハイグリグロードかな。最後に言うのじゃなかった。俺、当てて当てて。メジャーリーグでしょ。特の悪。そうそうそう。あ、わかった。はい。グライガー。もう一回言ってください。あ、グライナー。正解。グライナー。グライナー。グライナー。というわけで、じゃあポイントで言いますと、3、2、4、1、1でさつき先生の優勝です。本当にお前。
この俺が負けとは思わなかった。だからポケモン奥が深いです。こんないるとは思わなかった。忘れてるのたくさんいたもん。これから京平くんポケモン語んないでね。俺のヒントなかったでしょ、威嚇で。ちょっと何言ってるか分かんない。一発引っ張ったく終始なんか射程みたいな。いやありがとうございました。うまいこと締めてください。僕インドゾウの下りやりましたじゃないですか。あれぐらいね、ツッコミどころある図鑑って実はいっぱいいるんですよ。次回はそれを紹介するかもしれません。信じるかは信じないかはあなた次第です。次はもうマサキみたいにパソコンに閉じ込めます。明日から爪爪の道へ進む。